ロートンはアメリカ合衆国オクラホマ州の南西部コマンチ軍の都市かつ同軍の軍庁所在地である。州都オクラホマシティからは南西に約80マイルに位置し、ウィチト山脈に近いロートン都市圏の主要都市である。2010年国勢調査による人口は9万6867人であり、州内で5番目に人口の多い都市である。ロートンは カイオワ族、コマンチ族及びアパッチ族インディアンが住んでいた、居留地に、ホームステッド開発のためのくじによって開放された、町として1901年に設立された。ロートンという名前は、南北戦争で名誉勲章を受賞し、米非戦争で戦死したヘンリー・ウェア・ロートン少将に、ちなんだものだった。アメリカ陸軍のシルトリレに近いことで、20世紀を通じて、 経済と人口の安定がもたらされた。ロートンの経済は現在でも、シルトリデに大きく依存しているが、製造業、高等教育、健康管理及び小売業にまで広がって、成長してきた。ロートンには、ロートンフォートシル地域空港と、週間高速道路44号線を利用して、行くことができる。グレートプレインズコロシアムでは運動競技などが開催され、 多くの公園、湖、博物館や祭りでレクリエーションが行われている。ロートンの歴史はインディアン準州内2869年に設立されたシルトリデと密接な関係がある。1891年、アメリカ合衆国議会はインディアン指導者たちと会合して白人の入植を認めさせるための施設団を指名した。 何年にもわたって議論や法的な捜査が行われた後、ウィリアム・マッキンリー大統領は、1エーカー1ドル未満の代償で200万エーカーの土地を連邦政府が管理するという宣言を出した。ヘンリー・ウェア・ロートン少将ロートンは、コマンチ軍の軍長所在地に指定された320エーカーの土地が始まりだった。シルトリデの総務部長で、州長、 ジェロニモの追跡と捕獲に関わったヘンリー・ウェア・ロートン、少々にちなんで町の名前が付けられた。ジェロニモはシルトリでのオールドポスト衛兵所に拘禁された後、1909年2月17日に死ぬまでこの地域に泊まっていた。1901年8月6日から町の区画がオークションにかけられ開拓者に解放された。この手続きは60日後に終わった。 同年9月25日にロックアイランド鉄道がロートンまで延伸され、その後間もなくフリスコ線も接続された。ロートンからあらゆる方向に伸びる道路も開通した。最初の道路は市から北と南に伸びる修道8号線と36号線であり、東西方向は修道7号線だった。1930年代後半までに、 アメリカ国道62号線と277号線によって、オクラホマ式と接続され、西側はアメリカ国道62号線で、アルタスを経由して、テキサス州のパンハンドル部に、南側はアメリカ国道277号線と281号線を経由して、テキサス州、ウィチタフォールズとつながった。最初の市政選挙は1901年10月24日。 行われた当初二つあった新聞の一つ、ロートン・デイリー・デモクラットは1911年に発刊され、その後ロートン・コンスティチューションになった。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦したことで、シルトリデとロートンの成長が加速された。シルトリデのすぐ北にあるロートン過去の水500万ガロンが使えることで、陸軍省がキャンプ・ドニファンという、 大きな野営地を設置することになった。ここは1922年まで使われた。第一次世界大戦後、ロートンの人口は急速に成長し、1930年の18,055人から1940年の34,757人と2倍近くになった。第二次世界大戦後の1960年には61,697人に達した。 特に1940年代と1950年代は大きな成長を経験し、市当局はメディシン公園に近いスコット山のふもとにあるロートンカ湖から摂取できる水を補うために他の水源を探した。1950年代後半、市はコマンチ郡北部のイーストキャッシュクリークに沿った広大な土地を買収し、1959年にはエルジンの西、 アメリカ国道277号線のすぐ北に、このクリークをせき止めた人造湖を建設した。この湖は、ロートンの元市長で、ソフトドリンクの製造業者である CR エルスワースにちなんで、エルスワース湖と名付けられ、1960年代初期に運用を始められると、追加水源として機能しただけでなく、レクリエーションの場の提供や、キャッシュクリークの洪水制御の機能も果たした。 実際に、ロートンの下流で東側。1966年、ロートンは、市の東北東、西及び、北西の市境から数マイル拡張し、東は、イーストキャッシュ、クリークの向こうまで、西は82番通りまで広がった。1970年代に行われた、都心部の再生によって、中心街が生まれ変わった。 市が設立された時代にまで遡ることのできる多くの建物は屋内型ショッピングセンター建設のために解体された。1998年6月23日、隣接するフォートシルを併合して地域が広がった。2005年の基地再編及び閉鎖計画の執行でも、ロートンは人口と経済の成長を継続すると期待されている。ロートンは 北緯34度36分16秒整形98度23分45秒、北緯34.60444度整形98.39583度、34.60444-98.39583に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は75.1平方マイルであり、すべて陸地である。 オクラホマシティからは南西84マイルに位置する。ロートンがある地域はグレートプレーンズには典型的なものであるプレーリー、少ない樹木、なだらかに起伏する平らな地形という特徴がある。市の北にはスコット山や地域最高峰のピンチョウ山などのウィチタ山脈がある。ロートンはステップ気候に属し、夏の間は一様に暑く乾燥するのを除き、 日々変化しやすい天候である。夏は通常南や南西から強風が吹くことが多く、暑さを幾分和らげている。冬に時として吹く北風は寒さを厳しくしている。オクラホマ州南西部にあるロー,オートンの年間平均気温は下肢62度である。夏は極めて暑く、ロートンでは下肢100度を超える日が平均して35日ある。冬は 通常温暖であるが極端に寒い期間もある。ロートンでは、下市32度を下回る日が平均して3内し6日ある。年間降水量は39.4インチ、降雪量は3インチに満たない。ロートンは、竜巻道と呼ばれる地域の、まさにその中に位置しており、4月下旬から6月初めにかけて厳しい天候を経験しがちである。 1957年には藤タスケールで第4。1974年には同会3の竜巻がロートン市南部を襲った。一家は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。ロートンの大きな雇用主は政府、製造業及び小売業である。ロートン都市圏は2008年の総生産が42億ドルで、州内の都市圏では第4位であり、中でも 政府関連で21億ドルと半分を占めている。シルトリでは、常勤コインが5000人を超え、ロートン最大の雇用種である。民間の最大雇用主は、常勤2400人を抱えるグッドイヤータイヤラバー社である。その他主要雇用種としては、ロートン公共教育学区、コマンチ軍記念病院、ロートン市役所、キャメロン大学及びアシュラントソリューションズがある。 ロートン市内には二つの大きな工業パークがある。一つは南西部にあり、もう一つはロートンフォートシル地域空港近くにある。現在ロートン市は中心外再活性化計画を進行中である。その目標は、北はエルマートマス公園から南はセントラルモールまでの地域を再設計し、見た目に楽しく、歩行者に優しいものとして、 地域内の事業の成長を奨励することである。ロートンには2000年時点で3万818人に非雇用文民がおり、そのうち女性は1万5371人である。非雇用文民の中で19287人は賃金給与労働者である。この中で754人は民間会社の従業員である。1.572人は 民間非営利の賃金給与労働者である。二二千百三十三人は地方政府で働いている。二千百二十二人は州政府の労働者である。三千七百三十六人は連邦政府の労働者である。千八百二人は自営業である。五十人は農業、林業、漁業あるいは狩猟業である。六十六人は無給の家庭内労働者である。 キャメロン大学は、オクラホマ州南西部で最大の4年生修立大学であり、経営、教育、教養及び、科学技術の分野で50以上の学位取得プログラムを提供している。1909年の設立で、毎年秋に6000人の学生を迎え、70人の教員を採用している。ロートンには、オクラホマ就職業技術教育システムの一部である。 グレートプレーンズ技術センターもある。ここでは、地域住民の職業教育、訓練及び機械開発を行っている。ロートン公共教育学区が、ロートン市内の大半の教育を管轄している。この学区では2つの幼稚園前、センター、26の小学校、4の中学校及び3の高校を運営している。高校は、アイゼンハワー、ロートン及び、マッカーサーの 各高校である。他に、ビショップとマウンドの付属教育学区が、ロートン市の一部を管轄している。ビショップ教育学区は小学校1校、マウンド教育学区は小中学校1校を運営している。これらの学区に住む中等クラスの生徒は、ロートンの公立学校に入学する。ロートン最西端の小さな地区は、キャッシュ公立教育学区が管轄している。市内には、 セントメアリーズカトリックスクールというニオンバプテスト、クリスチャンアカデミーという公共教育学区に含まれない小学校が2校ある。ロートンクリスチャンスクールは市内唯一の私立独立高校である。この学校は1976年に設立され、幼稚園前から12年生までの教育を行い、生徒数は426人である。ロートンでは毎年開催される、 プリンスオブピース復活祭受難劇など多くの恒例行事がある。プリンスオブピースは毎年青春間の枝の手術から復活祭前夜まで、ウィチタ山脈や生成物保護区の法ーーティで開催されている。国内でも最も長く続いている復活祭受難劇の一つであり、1949年の映画プリンスオブピースの舞台になった。5月にはロートガーツホー,オールが アーツ・フォー・オール・祭を開催する。この祭りではいくつかの芸術コンクールや生の公演が行われる。通常はシェプラー公演で開催されている。ロートンではまた国際フェスティバルが開催される。この祭りでは多くの文化、芸術及び音楽が紹介される。1979年に始まっており、9月下旬にエルマ・ートマス公演で開催されている。 ロートンは一般に公開されている博物館が参加がある。グレートプレーンズ博物館は、ロートン初期の歴史とグレートプレーンズの開拓に特化した博物館である。レッド川交易基地、当初のブルービーバー学校、及びエルジン鉄道駅とフリスコ機関車の模型がある。シル・トリデ博物館は、現在のシルトリデ内にあり、トリデの古い囲い、 いくつかの時代物建築物及び大砲が展示されている。この古い鳥では国定歴史史跡に登録されている。コマンチ国立博物館文化センターはコマンチ族が運営しており、過去及び現在のコマンチ族文化に関する展示や芸術に焦点を当てている。スコット山の眺めロートンには最大のエルマ・ートマス公園を はじめ様々な大きさの80の公園とレクリエーション地域がある。これらの公園とともにロートンカ去エルズワース湖及びエルマートマス湖という3つの湖が近くにあり、ボート漕ぎ、水泳、キャンプ及び釣りが許可されている。市の北西は、ウィチタ山脈野生生物保護区があり、オクラホマ州南西部の自然動物省保護のために、アメリカ合衆国魚類野生動物庁が管理している。 この保護区には観光案内所、いくつかのキャンプ場、ハイキング道、および多くの湖が大衆に開放されている。ロートンのスポーツとしてはまず、キャメロン大学運動部のアジーズがある。アジーズはローンスターカンファランスのディビジョン2に属している。1987年のナイフットボール国内選手権で勝利したが、現在はフットボール部がない。男女のバスケットボール、 テニス、野球とソフトボールなどは他校と競い合っている。プレミアバスケットボールリーグに属するロートンフォートシル、カルバリーがロートンを本拠地にしている。2007年にそれまでサンドチャンピオンになったオクラホマシティからロートンに拠点を移した。市内には多くのアマチュアリーグ組織もある。成人ソフトボール、青年野球、サッカー、ソフトボールよびバレーボールがこれに該当する。 ロートン市役所ロートン市は、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市の主たる権威は、市政委員会にあり、条例、決議及び契約を承認する。市内は8つの選挙区に分かれ、それぞれが3年任期の市政委員を選出する。3年ごとに改選される市長は、市政委員会の議事を主催し設定するが、市政府の長として、主に儀礼的な役割になっている。 市政の日々の管理は市政委員会に指名されるシティマネージャーが行う。ロートンはコマンチ軍の軍庁所在地であり、軍庁舎と裁判所がある。4年任期で選出される3人のコミッショナーが軍政府を動かしている。アメリカ合衆国会議員の選出については、オクラホマ第4選挙区に入っている。オクラホマ州上院議員の選出については、第31及び、 第32選挙区に入っている。オクラホマ衆会議員の選出については、第62から第64選挙区に入っている。ロートンの市街図、ロートンの主要道路は、週間高速道路44号線であり、市内では、HEVELE t u r n p i とも呼ばれ、北東のオクラホマ市と南のテキサス州、ウィチタフォールズとを結んでいる。アメリカ国道62号線も、市内を通っており、 西のアルタスや北のアナダー湖など地域の町を結んでいる。その他の大通りとしてアメリカ国道277号線と同281号線があり、これらは HE ベイリーターンパイクと並行して走り、南のウィチタフォールズから北のアナダー湖や地下シェイなど地域の町とをつないでいる。オクラホマ州道7号線はダンカンとをつないでいる。 ロートン地域交通システムがロートンとフォートシルの公共交通を提供している。主要駅はロートン公共図書館近くにあり、市内5つの経路を走らせている。空路の場合はロートンフォートシル地域空港を使うことができる。ダラスフォートワース国際空港へのアメリカンイーグル航空の定期便があり、また軍用にも使われている。ロートンには3つの総合病院がある。最大のものは、 コマンチ群記念病院であり、283床、非営利で250人の医師を雇用している。市内南西部にあるのが、サウスウェスタン医療センターであり、199床、医師150人の病院である。さらに、アメリカ合衆国公衆衛生局労トインディアン、病院も市内にあり、インディアン住民への医療を担当している。この病院は26床、医師は23人である。 ロートン・コンスティチューションが地域唯一の日刊誌であり、購読数は3万部である。またフォートシルの新聞、ザ・キャノナーは、主に軍属向けの週刊誌である。ザ・キャメロン・カレージャンは主にキャメロン大学の学生を対象にしている。さらに、オクラホマ州南西部のニュースや娯楽を対象にした、月刊の大きいマガジンが発行されている。ロートンのラジオ局は、AM が2局。 FM が15曲ある。ロートンは、ウィチタフォールズロートンメディア市場の中にあり、ネルソンメディアリサーチによれば、テレビ視聴人口は15万4450人で、国内149位である。ABC 系列のテレビ局が、地元ニュースを流している。他に、NBC、CBS および FOX 放送系列の3局が、ウィチタフォールズにある。ありがとうございます。